鉄仮面、または仮面の男は、フランスのバスティー・ロー国に収監されていた、ベールで顔を覆った囚人。その正体については、諸説もろもろ。これをモチーフに作られた伝説や、作品もルフした。1669年、ルイ14世の大臣から、ピネローロ監獄の監獄長さんマルスに預けられ、監獄長自ら世話をしたという。以降、 サンマルスの天人と共にその囚人も移送され、サントマルグリット島を経て、1698年にバスティーユ牢獄に移送された。当時のバスティーユ牢獄の監視は、囚人は常にマスクで顔を覆われ、副監獄長時期時期に丁重に扱われていたと記録している。なお、世間一般では、鉄製の仮面を常に着用しているというイメージが広く定着しているが、実際は、 布製のマスクだったとされ、それも人と面会する時にだけ着用させられていた。もし人前でマスクを取ろうとすれば、その場で殺害せよとの指示が出されていた。そのため、牢獄で世話をしていた者ものも、囚人の素顔を知らなかった。囚人は1703年11月19日に死亡。マルショワリーという偽名で葬られ、彼の所有物などはすべて破棄されたという。 当時の噂では、フランス軍元帥、オリバー・クロムウェル、フランスワ・ドバンドーム等が挙げられており、その後も様々な憶測がなされた。主な推測だけでも、以下のようなものがある。ルイ14世のギマイ・オルレアン公爵夫人、エリザベート・シャルロットは、ウィリアム3世暗殺未遂事件に関わった、イギリス貴族だと主張した。ボルテールは、最小ジュール・マザランとルイ13世妃。 アンネドートリッシュの息子でルイ14世の諸兄であるとした。デュマはこの説を双子の兄にして鉄仮面を書いた。鉄仮面を扱った映画にはルイ14世と鉄仮面の男が最終的に入れ替わるものもある。1801年にナポレオンの支持者に広まった説では囚人はルイ14世本人でマザランによって扱いやすい替え玉と取り替えられたという。 この話には、囚人が獄中で子供を作り、その子が後に、殺し方へ行き、ナポレオンの先祖になるというお尾ひれもついている。アーサー・バーンズの仮面の男によれば、チャールズ2世の諸士、ジェームス・ドラクローシュであるという。この人物は、フランスとの連絡役を務めていたが、イギリスとの関係の露呈を恐れた、ルイ14世によって監禁されたという。マルセル・パニョルの 鉄仮面の秘密はアーサー・バーンズ説とは異なり、実はジェームズ・ドラクローシュはルイ14世の双子の兄弟でこの男を鉄仮面の正体としている。ハリー・トンプソン1960から2 0 0 5の鉄仮面歴史に封印された男によれば仮面の男の正体はルイ14世のイボアニ・ユスター主導ェであるという。これは現在主流とされている説である。 19世紀には、ドージェと一緒に、ピネロール監獄や、サント・マルグリット監獄に収容されていた、イタリア人講師エアコレイ・アントニオ・マティリーが、鉄仮面とする説が主流だったが、監獄長サンマルスの手紙には、彼がバスティーユには入っていないとされていることから、この説は現在否定されている。軍歴史学者、ルイジェンドロンが、1890年にある暗号化された一連の手紙を、 フランス軍暗号局のエティエンヌ・バゼリーズに解読させたところ、ルイ14世の暗号係、ロシノールにより作成された暗号文であることが判明し、そのうちの一つには、逮捕されたビビアン・ド・ビュロンド将軍とその罪に関する事柄が記されていた。それによると、ルイ14世は、オーストリアで軍事物資、傷病兵を置き去りにして退却した罪で将軍を、 ピネローロ要塞に収監することを命令し、彼を個室に監禁し、昼間はの条件のもとで教壁を歩くことを許すと指示していた。この暗号を未解読部分を仮面と解釈することで、ビュロンド将軍イコール鉄仮面説がルフされたが、年代等の矛盾により現在ではほとんど指示されていない。囚人が被っていた布製の仮面は鉄仮面になることが多く、 そのグロテスクなイメージから様々な文学作品、映画に取り上げられている。さらに本来の伝説からかけ離れて、鉄仮面の囚人だけが一人歩きした三次派生とも言うべき作品も多く作られた。ありがとうございます。